이거 먹고 주는 치킨. 皆様おはようございます。今朝に関係では各市長の予想までございました。まずは、ね、今年度のチャレンジふるさとワークに関わる施策の一つでございます。地域の人事部戦略策定事業の採択団体を本日決定しましたのでお知らせいたします。でこの事業には全国から31件の提案がありました。外部有識者による審査などを経て、岩手県釜石市、栃木県足利市、京都府京丹波町、兵庫県豊岡市、奈良県天理市、福岡県北九州市、鹿児島県三島村の7市町村を採択いたしました。これらの団体でございますが、いずれも地域人材のスキルやバックグラウンドなどに関する情報が厚く、分析の的確な手法や地域人材の総活躍につながる人材の育成活用戦略の方向をしっかり打ち出した提案を行っておられます。具体的には例えば東日本大震災後に創出された多様なコミュニティ活動ビジネスなど、地域人材の活躍機会の見える化を図り、地域でアクティブに活動される市民の総量増加を目指す、事業などもございますし、そしてまたの地域人材と雇用ニーズの一覧化によりマッチング育成などの体制を整備して、テレワークも視野に入れながら離島における全村民の総活躍を図るような事業、もございます。まあ、そういう工夫あふれる提案がなされておりますので、今後採択されました7市町村におかれましては、地域人材の情報把握や地域人材の育成活用戦略の策定が的確になされて、全国の地方公共団体のモデルとなる取り組みが展開されることを期待しています。で詳細につきましては恐縮ですが、この後事務方からブリーフを、させていただきます。よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。幹事社の事実者からチームに質問いたします。東日本大震災の発災から間もなく6年を迎えようとしています。被災自治体では職員不足が常態化するなど、さまざまな課題が挙げられています。総務省としてはどのように震災復興取り組みをお聞かせください。まず明日で、東日本大震災の発災から6年を迎えます。まあ、最愛のご家族やご親族を亡くされた、皆様のお悲しみはまだ、言えるものではないと存じますが、改めてここにお亡くなりになった方々のご冥福と被災された方々へのお見舞いを申し上げます。被災地で今ご指摘の通りなんですが、復旧復興事業が、まさにピークを迎えております。復旧復興事業に従事していただける職員の確保が重要な課題だと思っております。で、まあ、これまでも被災自治体の支援のために全国の自治体から延べ9万2000人を超える応援職員を派遣していただきました。まあ、この場をお借りいたしまして厚く感謝を申し上げます。まあ、現在もそれでも充足率が 88.7% ということで、今も不足があるということは事実でございます。各自治体に対しまして応援職員の派遣について、まあ、よりそのご協力とご理解をお願いしたいと思います。総務省からは昨年12月にも通知でお願いをし、また今年1月の全国会議でもお願いをしています。東日本大震災のあともですね、また熊本地震をはじめ大規模な災害が頻発し、甚大な被害が生じております。まあ、本当に困っておられる被災地の状況も、承知してますし、犠牲になられた方々のご意思に報いるためにも、やはり災害の経験から得た貴重な教訓を決して風化させることなく、まあ、国民の生命生活を守るために、まずは地域の防災体制の総点検を行いました。で、まあ、これを受けてさらなる充実強化に向けた施策を進めて地域の防災力を高めていきたいと思います。派遣職員のことにつきましても要請を受けてまいります。読売新聞の川瀬といいます。はい、
改めてふるさと納税の意義について質問します。大臣は検討中の改善策を通じてですね、どのような問題を解決したいと考えていますか。はい、もうふるさと納税制度は地方団体からは、財源確保にとどまらず地域の発展につながるといった積極的な評価を主にいただいております。また被災地への支援などでも多くの国民の皆様に活用していただいて、地方創生を進める上でも重要な制度だと考えております。一方でふるさと納税制度という、税制上の措置とは別に、地方団体独自の取り組みとして行っておられる返礼品の送付についてはやはり地方団体間の競争が過熱したり、一部の地方団体においては残念ながら、この制度の趣旨に反するような返礼品が送付されているということは問題だと思っております。特にこの返礼品に使ってしまう経費が高くなりすぎますと、せっかくふるさと納税が寄せられましても地域の活性化、住民サービスの向上のための施策に充てるための財源が実質的に減ってしまうことになりますから、これは大変問題だと思います。今総務省では有識者の方や地方団体からもご意見をいただきながら、あらゆる課題の洗い出しと改善策を検討しております。来月には発表させていただけるように対応していくことでございます。大臣、朝日新聞の方です、はい、アメリカの国務省がですね、2日に公表した人権報告書で、高橋さんがかつてその放送局に電波の停止を命じるという可能性に言及したことがですね、報道の自由や特定権に適用されているわけです。7日の衆議院総務委員会で誤解に基づく記述だと残念だというふうにおっしゃっておられますけれども、具体的にどこあったらどのような点なんですか、どのように誤解だというふうに考えておられますか。はい、ちょっと今人権報告書の一部を持っているんですが、2016年においてはいくつかの事案による批判的かつ独立したメディアに対して政府の圧力が高まることについての懸念が高まることということになった。例えば2月には高市早苗総務大臣が具体的にそのような措置を取る計画意図はないとしつつも政治的に偏っていると判断した放送事業者を政府が転嫁させる権限について何度も発言を行ったと、こういう書きぶりでございます。で、具体的には昨年2月の私の予算委員会における答弁は、当日ですね、電波法第76条および放送法第174条の解釈について、問われですね、その翌日以降も繰り返し、同じことを問われたために、繰り返し従来からの法解釈をお伝えしたものでございます。しかも民主党政権の時にも放送法第4条に法規範性があること、そして極端な場合、本当に極端な場合に限られますけれども、違反が続いたり放送事業者独自の取り組みで改善されない場合に、電波法76条や放送法第174条の適用があり得るということも、これも民主党政権の時の放送法改正時の答弁でございましたし、その前の自民党政権の増田先生が大臣されていたことや、その前も同じような解釈で、法律の解釈として同じようなものだったわけでございます。ですからここは明らかに基本的に繰り返して、私はそれを発言、ことさらに発言したわけではなく、法律の解釈というものは何度繰り返して聞かれても同じ答弁をしなければいけない、行政の継続性の観点からもそうだと思っております。それから政府がメディアに圧力をかけているかと思われるような書きぶりになっておりました。しかしながら例えば私が電波を止めるということは一度もないわけでございます。私の答弁によって、メディアが萎縮しているとは決して認識しておりません。放送事業者は矜持を持って報道されるということを、しっかり報道されていると私は思っています。ですから、総務省としては米国政府に正しい認識をちゃんと持っていただくようにですね、外務省と連携しながらしっかりと説明をさせていただきます。
かつてのですね、例えば増田大臣の発言のとかの国家発言の時はですね、その表現の自由の制限とかですね、国民生活的な情報の提供が行われないというようなことに、ことが大きな影響をもたらすので、慎重に判断するべきだということを、まあ、同時におっしゃっておられたので、おそらくその大臣の方が違うということだと思うんですけれども、まあ、大臣としてもそのようなあのかつての慎重に判断するべきだというようなお考えについては、引き継がれているんでしょうか。去年の2月の予算委員会の答弁をご確認いただいたら分かるかと思いますけれども、私もですね、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて処置することが必要であり、かつ同一の事業者が同一に同様の事態を繰り返し、でまあ、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保できないと認められるといった極めて限定的な状況にのみ、行うこととしており、極めて慎重な配慮のもと運用すべきものであると、いうことを、これも何度も答弁いたしております。ですから、まあ、基本的に行政の継続性ということを考えたら、法律の解釈というのは政権が変わったからといって、まあ、コロコロ、まあ、内閣は変わるたびにですね、コロコロ変えてはいけないと思います。大臣、すみません、もちろん共同通信の関係ですけど、先ほどの閣議でですね、内閣府とこの大臣政務官の任命が決まりました。入院1日を前にした時期でもありますし、まあ、政府与党から発言に気を引き締めるようにという考えている中で、まあ、こういった事態になったわけですが、どのように考えていますか。もう急なことをご覧になりましたね。私も言ってましたけど、まあ、ご本人から事業を承認されたということでございますから、ご本人が、お気に入りになったことであるということがご本人 の、 その発言なり、まあ、行動についてはどのように。それについては特に私はコメントをしていません。まあ、ご本人がご自身の考えを求めて、総合的に考えられながら、身体を判断されたのかな。他よろしいでしょうか。ありがとうございます。